少しいいか、先生。あなたは随分とエーデルガルトを買っているようだな。やはりそうか。だが、彼女が優秀なのは間違いない。それでは、私はどうだね。彼女に負けず劣らず優秀だろう。私が大貴族の嫡男ということは気にせず、忌憚ない評価を頼むぞ、先生。バカな。私が彼女に劣るだと。これでも謙遜していたのだ。本音を言えば、私の方が少なからず優れていると自負している。しかし先生は違うというのだな。こうなれば先生に理解してもらうしかあるまい。私の優秀さを。必要ないことがあろうか、私の実力が誤解されているのだぞ。侮られたままを良しとするなど貴族の名折れ。さあついてきたまえ。わかりやすく実力の差を見せつけるには武芸の腕がいいと思ってな。先日エーデルガルトが魔獣を一人で討伐してみせたと聞いた。私も同じことをしてみせよう。それも彼女の半分の時間でだ。先生は見届け人であり、時間を計る役も担ってもらおう。出たか。2体同時だと。だが私なら。うわ無理だ。すまない先生、助かった。私は焦っているのだ。エーデルガルトが次々と自責を残していくのを見てな。5年前、彼女は皇帝となり、我が父を含め腐敗する帝国貴族どもを一掃した。私がやらねばならぬと思っていたことを彼女に目の前で成し遂げられたのだ。そして私は彼女の配下の一人に甘んじ、フォドラ統一のため戦う日々を送っている。エーデルガルトと私の差は歴然であろう。彼女は前を進んでいる。ただひたすらに進んでいる。一方で私はずっと同じところにいる。這い上がれずにもがいている。だといいが、現実は違う。思えば士官学校にいた頃から私は彼女を上回ったことがなかった。好敵手などと名乗っていたが、実のところ相手にもされていなかった。私は貴族の先頭に立つ者として何より結果を残さねばならん。どれほどの努力をしようと過程は意味をなさない。結果が全て。そして結果のない私はずっと同じところにいるのだ。あなたがそう言ってくれるのは嬉しい。だが私自身が納得できない。こればかりは自分で乗り越えなければいけない壁なのだと分かっている。それでも一つ願っていいだろうか。先生にはずっと私を見ていてほしい。私がなすことの見届け人として
我が後ろに立っていてほしいのだ。そうか、このような生き方も。あなたか、ちょうどよかった。あ、もう夜かね。少し熱中しすぎたようだ。あなたに話したいことがあってな。それでちょうどよかったわけさ。あなたの生き方の話だ。私はあなたはまさに英雄のごとき存在だと感じている。失われた紋章を宿し、天帝の剣を使い、皆の先頭に立って大いなる敵と戦う。だが一方で、あなたは軍師のような地位にもある。王たる者の隣に立ち、補佐する役目を進んで追っている。あなたには何かをなそうという欲がない。だというのに、全てを成し遂げていく。どこが課題なのだ。全て事実ではないか。今私が読んでいたのはファーガス神聖王国の建国史なのだがね。ファーガスを建国した獅子王ルーグには二人の親友がいた。そのうちの片方が無欲の軍師パーンだ。建国史によると、パーンは何も欲さず、その命さえもルーグの手助けに費やした。英雄のごとき力を持ちながら出しゃばらず、決して名を残したがらなかったという。ゆえに、パーンが具体的に何を成したのかは記録として残っていないようなのだ。ただ親友のルーグを助けたと伝わるのみ。知らないのも無理はない。私とて名前しか知らなかった。だがあなたの生き方を見て、パーンの知られざる偉業に思い至ったのだ。もちろんこれは想像に過ぎない。だがそうであっても構わない。結果が記録に残らない生き方でも何かがなせるのではないかと。ああ、私はエーデルガルトには勝てない。いつだって彼女は私の前を行くだろう。だがそれでいい。私は私だ。あなたのように、あるいは私の読み解いた無欲の軍師のように、形に残らぬことであっても、私はなすべきをなしたい。